ラックマウント型サーバラックマウント型サーバは、インターネットデータセンター等に設置されている電子機器、収納専用ラックに設置するのに適した形状のサーバである。略して、ラックサーバと呼ばれることが多い。また大きさを表現するときに U を使用するため、一 U サーバなどの呼び方もラックサーバを指していることが多い。宅配ピザの箱の形に似ていることから、 ビザボックスサーバーと呼ばれることもある。JIS や AI によってサイズが規定されており、1 u サーバは高さ約 45mm 幅約19インチ、奥行き約 540mm となっている。一般向けのデスクトップ PC と比べて薄く平たい形状であり、リドックに設置されているラックにより多く設置できる形に設計されている。2 u サーバは1 u サーバに比べ高さが2倍。 三優サーバは三倍のサーバである。このように優が大きくなるにつれて高さのみ大きくなる。また、一優のスペースに二台設置できる一、優ハーフサーバというものがある。これは奥行きが一優サーバの半分であり、背中合わせに設置することで一優サーバのサイズで二台設置できる。また、二優ハーフサーバもあり、こちらも同様に奥行きのみ半分のサイズである。 多機能、高性能なネットワークスイッチや、ルータも一流で企画されているものが多い。また市販されている、スイッチングハブでも、ポート数が多いものだとラック取り付け用金具が、付属していることも多い。情報装置のほか、保守用の KVM コンソール、格納式の液晶ディスプレイ、無停電電源、配電盤、分配器などが生産されている。19インチラックとは、 蒸気のようにイドックに設置されているラックサーバーを効率的に設置できる形状の収納ラックである。イドックのラックはコンピュータを設置することを目的に設計されているため、ラック内の冷却性、耐震性が高く、電源供給とネットワーク接続も完備されている。しかし実際にはラックいっぱいにサーバーを設置すると電源のブレーカーが落ちたり熱がこもって、 サーバーが破損してしまう可能性が高くなるため、40U サイズのラックであっても 1U サーバーを40台詰め込み稼働させることは推奨されない。サーバーの設置には、ラックに設置されてあるマウントアングルと呼ばれる4本の柱のようなものと、サーバーの付属品のマウントレールを使用して、サーバーを固定する。マウントアングルには縦に正方形の穴が並んでおり、 その穴にナットとネジを使用して、マウントレールをマウントアングルに対して垂直に固定する。マウントレールは左右2本設置し、その間にサーバーを差し込み、両脇のラックマウントハンドルをボルトでアングルに止めることで、ラックからサーバーをたやすく抜き差しできるように設置することができる。マウントアングルに空いている穴は 1U あたり3個空いており、例えば 40U のラックであれば、 一つのマウントアングルに120個の穴が開いていることになる。一流サーバーのデルパーエッジ SC1435 の内部個人、家庭向けの PC を見慣れたユーザーにとっては、外観も特徴的であるが、他にも多くの特徴がある。その他、メーカー、機種によっては等の特徴がある。ありがとうございます。